はい、どうすきです。フォールガイズソロショーですよ。ピンポンピンポーン。さあ、行きましょうか。ソロショー、雪玉サバイバルですね。さあ、これ難しいパターン。足場がね、これダイヤモンドになっていて、もうかなり割れるという形。2つ射されたな、やはり。雪玉2つですから、かなり難しい。お、俺って分かってくれてるね、これ多分。この方。ゆうすけくんですね。多分分かってるんやな、名前で。俺、金のホットドッグ今回初めて使ってるけどさ。ねえ、めっちゃ久しぶりに金のホットドッグ出してきたんやけど、分かってるってことはさ、視聴者の方ですよね。さっきもね、ブロックパーティーカットしたんですけど、ブロックパーティーでもね、手振ってくれとったから、ゆうすけくん。多分俺のこと分かってるわ。さあ、気をつけてと。うわぁ、どうしよう。怖いなぁ。危ない、危ないか。危ないか。足場がね、ちょっと狭いですからね。これはみんな落ちるぞ。これちょっと一回こっち避難しようか。ここまで行った方がいいね。ここまで行っといて、ふっ、こんな感じで、ムーブ。ちゃんと動き入れとかなんとない。お、もういつの間にか終わりや。よしよしよし、いいよ、いいぞ。うわ、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 オッケー、これでビルド。フルーツパニックですよねー。ピンポン、ピンポーン。行きましょう。13名から5名落ちますね。5名エンターテインメント者出ますんで、よろしくお願いします。最高。ワン、ツー、スリー、フォー。低めでいこう。低めで前の位置つけて、まあ、こうフルーツ食らってもいいでしょうね。ほい。ひょいと。まあ、この位置なら、おそらくクオリティフィールド圏内のはず。うわぁ、立ち往生かバナナ。うわぁ、マジで？やめてー、厳しい。うわぁ、あんまり、ショートカットできず。まずい。いけ、今のフルーツ立ち往生ちょっと恐ろしかったな。しかしまあ、クリアですね。クラウンマウンテンですよねー。ピンポン、ピンポーン。さあ、これはダッシュ版かな。ダッシュ版行こうか。もう一番右に寄せるしかないね。とりあえずスタートして寄せといて、まあこれは枠が悪いからしょうがないけど、はい、こう乗ってってで、いつものルートか。いつものルートですね。オッケー。まあ、コケコッコ行っちゃってるからまずいな、このままやと。コケコッコをちょっと立ち往生してくれ。うわー、やばい。あそこのショートカット使われるからね、今回確定ショットがあるから。めっちゃ幅寄せしてくる、このアイスクリーム。やばい、そこのショートカット使われたら負ける。ふっ、いけ、よっしゃ、来た、俺が使ったぞ。頑張れ頑張れ頑張れ。ハンマー背中押してくれ、サンキュー。で、サイドチェンジ、せーの、ポン。オッケー、確実に捕まえていく。やりましたね、金のホットドッグさん。いきなりから優勝、素晴らしい。ドアダッシュですよね。ピンポンピンポーン。行きましょうか。42名絞り込み。バナナの数とかいてますね。さあ、まずは最初のドアから立ち割っていく。もうどんどん前出ちゃおうか。全部割って1位取るわ。ここ。何？割れないでいくが、この金のホットドッグのフィジカルをね、活かしていきたいよな。さあ、どこが行く？ここ。ノットオープン、まずい。やばいやばいやばい。結構空いてない。渋滞する渋滞する。いけ。まあ、後ろ18名がアウトやから、これぐらいやったら全然楽勝圏内。一番右。ジャンプしながら、オッケー、いい感じ。開けてくれ、開けてくれ。開けて、ナイス、オッケー。ほんで、持って。開いてくれ。開かない。よし、ナイス、オープン。よしよしよし、いいよ。1位あるよ、これ。開かへんかったわ。っていう、嘘つくっていうね。みんな騙してみたっていう。やったー、みんな騙されて、今、ソフトクリームさんも騙されとったもんな。完璧でしたね。開かへんかったわ、フェイント。雪玉サバイバルですねー。ピンポンピンポーン。さあ、行きましょうか。ドアダッシュが来てね、その後パーフェクトマッチが来てね、で、さらにカウントフルーツ来るっていうね。で、カットしますけど、で、雪玉サバイバルまで来てますんで、2ラウンドカットしますね。パーフェクトマッチやってんからもうカウントフルーツやらんでいいやろみたいなとこあるもんな。今回は、雪玉1つか。1つやけど、でもあれやと地形が難しいからね。これはちょっと、舐めとったらあかんと。ダイヤモンド型でほら、もう足場がほら、落ちた人おる。生で。走ってるだけで落ちる可能性あるからね、これ。このパターンは。なに？こいつ、誰絡みか？え、軍師や。逆に相撲申し込んだろうか。相撲申し込みじゃ。あかんか。雪玉気をつけつつ、赤い方に相撲申し込むが、え、ちょっと危ないな。怖い怖い怖い。待て、赤い方。よし、相撲申し込む。いけ！いけ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 ！いけ！待て！相撲申し込みじゃ！負けるか！
わ、ワナさんが赤を押してくれてる。やばい、危ない。一回逃げるわ、さすがに。今の人危なかった。決勝戦来ましたね。ブラストゴールですね。どれ海。さあ、この赤い方はね、ちょっとあの相撲対戦、さっき浮き玉サバイバルでやっとるからな、気をつけた方がいいね。まあ、最後赤い方とね、一騎打ちになる可能性もありますからね。さあ、生爆発気をつけて、守り重視でいこう。さあ、このウルトラマンの方、同じ色の方おるよ。緑のウルトラマン2名。ブラストボールキャッチし、低めのストレート、ドカーンといけ。無理か、足場が落ちてから勝負みたいなとこあるからな。まずここみんな肩慣らしやんな。えい。まあ、一応落とせる可能性もあるから狙っていくけどさ、大体はこう投げる練習みたいなとこあるから。いけ、低めのストレート、危ない。1名落ちてるな。エンターテイメントしたら出てる。いいよ、2名目、3名目出てるよ。いけ、あそこの緑狙います。背中側完璧ちゃう。おい、落とした、やった、完璧やん。今の背中側にぶち当てたもん。背中で食らった方が負けやからな、このゲーム。危ない、言うたら背中で食らえそうになった。ワニさんザビーム、ドーン。ワニさんやったか。いや、やってないか。てか奥側の赤い人の送球がめちゃくちゃ的確やから怖いな。優勝候補やな、赤いやつ。先にやっておくか。いけ、危ない。ライフで受ける。ほらね、今のうまいこと受けたやろ。今みたいに受けないとエンターテイメントになっちゃうからな。サイドチェンジ、大きい。お、赤い人押したぞ。このブラストボール取れるかな。お、取れない取れない。これは守りでもいっていいが、どうしよう。低めのストレート、ドン。あー、バカさんって当たらず。うーん、どこ狙おうかな。お、一人足滑らせたぞ、生で。いいよ。いやー、俺がやってくるか。いや、危ない。う、うわー、何がエンターテイメントじゃ。パーフェクトバッシですねー。ピンポンピンポーン。パーフェクトマッチのペンギン守れ部門ですね。スタート、ペンギン守れ、みんな。いけ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 、よし、みんなで守れ。ナイスナイス。ペンギン絶対落としたらあかんからね。落ちちゃうぞ。俺が代表するわ、ペンギン代表。ふっ、オッケー、うまい、完璧や。ペンギン危ない。あー、終わってもうた。しかもフルーツ覚えてへんし、俺やばい。オレンジ、誰、リンゴ教えてくれ。ここか、さすがに当たるよな。2分の1やしな、最初やし。オッケーオッケーオッケー。おーっと、2名足滑らせ、いきましょう。次覚えよう。バナナ、リンゴ、それからバナナ、リンゴしかないね。バナナ、リンゴ、スイカ出ましたね。バナナ、リンゴ、スイカ、バナナ、リンゴ、スイカ、オレンジ、オッケー。バナナ、リンゴ、スイカ、オレンジ、バナナ、え、あ、バナナここやんだから、ちょっと騙してみるか。騙されへんな、ここやと。やばい、よし、相撲申し込んでるね。お、なんか何か落ちたぞ。危ない、うわー、なんじゃお前、ええ加減しよう。おー、耐えたか今の。スイカ、サクランボ、オレンジ、スイカ、サクランボ、オレンジ、リンゴ、スイカ、サクランボ、オレンジ、リンゴ、バナナ、スイカ、サクランボ、オレンジ、リンゴ、バナナ、スイカ、サクランボ、オレンジ、リンゴ、バナナ。唯一ブドウだけは危ないって言われているってやつや、これ。こっち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 、よし、あー、そこもブドウやったんか。落ちなさい。おー、落ちないか。オッケー、これでヒットですね。リングスピナーですよね。そうらしい。10名のエンターテイメント者選びに行きましょう。スタート。今回のプランがリング全部シングルリングですね。全部ダブルリングなしってことは、ハンマーも2つしかないという簡単パターンやね。行きましょうか。まあ、簡単パターンとはいえね、結構難しいから、前走り続けなあかんからね。苦手な人もおると思うから、俺はね、もう得意やからいけるけど、どんどんエンターテイメントになってもらおう。つかみ警戒しつつ、警戒できひんな、この距離やと。俺からつかみ仕掛けた方がいいな。ホームランバーでつかみ仕掛けていくわ、周回ごとに。ちょっと位置が悪いな、もうちょいこう控えようか、控え控えよう。さっき先行させたところ掴んだ方が強い、こうやって。今の強い、距離あったな、完璧や。一番最高峰で構えて、バグンの最高峰で構えて、ほんで最後ピョコって掴んであげるみたいな。これはいけるかな、ピョコ。あー、無理か、惜しいな今の。キティちゃんよくかわしたな、俺の一撃を。お、あと2名か、誰が選ばれるか。エンターテイメント者、直接突破する、ジャンプ、ピョコる。あ、ピョコれないか、あと1枚。さあ、誰が1枚選ばれるんでしょうか。リングスピナー、危ない。で、ピョコりたいな、これ。あーっと、これでヒルトですね。坊主でもできるよ、雪玉サバイボーズ。ピンポンピンポーン。3連続雪玉サバイバルということでね、今回雪玉サバイバルめっちゃ押してきてるね。運営側がもうこれやらしたいっていうね、
そういう感じでしょうね。16名やもんな。もう雪玉3つ出してほしいけどな、普通に。まあ、3つは出えへんけどな、エクストリームモードみたいな。あの、強者サバイバルじゃないと3つ出えへんけど。なかなか。多分強者サバイバル限定やな、な雪玉3つなんて。2つが最高やろ、これ。よし、どんどんエンターテイメント出すわ。いけ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 。エンターテイメントなってまい。うわ、俺がなってまう。危ない。危な。結構ほんま雪玉の挙動読めへんよな。いきなり俺の方来るもんな。その角度で壁登ってこっち来んのかみたいなところがあるからさ。危ない危ない危ない。おお、気をつけて。で、ボールが交わってないから大丈夫やね、これは。崩しといて。どっち来る？そっち黒咲いたか、黒咲いたな。これはちょっと読みにくくなったぞ。あと15秒。うわあ、危ね。今のこっち来んのか。やめて。こっちは大丈夫そう、さすがに。やめて。来ないで。よしよしよし、人減ってる人減ってる。もうええで、もうええで。おっしゃ、結構減った。おっしゃ、お、いいんじゃない。ジャンプショーダウンの風あり部門だ。ピンポンピンポーン。よっしゃ、いい感じじゃない。6名残ったんでかかったな、これ。5名とか4名とかやったらね、あのロイヤルファンブルになっちゃうからな。6名耐えたことによってちょうどね、ジャンプショーダウン来てくれたわ。で、風あり部門やから難易度高いよ。まずはこう、エモートかますか。ピシっていうね、エモート。これになってますから、俺手もね、両手触れるようにしました。こんな感じで。で、片手振りもね、あります。両手振り、片手振り、さらにこれピシッてできるようになってるからね。さあ、こっから、おっと、半分割れプランで、風がちょっと危ないからな。もう人数減ってるからね。さっき渡るか。さっき渡って、で、こうやね。向こう側が揺れたってことは、もうこっち全員塊かな。当然掴み合いになると思うからな。もうさっさと俺も掴んで落とすわ。早期決着狙おう。渡るかな、誰か。風来るからな、渡るのもちょっとタイミング見ないと。ほい、ここ風、あ、渡らなくていいね。風避ける。オッケー。おっと、ボーリングさん生滑り。え、でも耐えたな。これ前行こうか。前でジャンプで、卵からまず仕掛けようかな。多分優勝候補が卵やと思うから、卵にバシーンって不意打ちかますわ。んで、ドーナツとボーリング慌てるから、そこをもうさらに追い込んでいくようなイメージでいいかな。風来る、風来る、気をつけて。はい、風避ける。オッケー、避けた。おー、ボーリングさん、それはあかんぞ。あの、あそこでジャンプしたらあかんからね。風最中にジャンプはやってはいけないというルールブックに書いてありますから。ほい、あ、まだ早いかな。もうちょいね、あの扇風機が速くなってくれないと、掴んでもかわされる可能性あるから。ほい、さっきかわすか。さっきかわして、ここ、オッケー。よし、こっから掴み放題いこうか。申し訳ないけど、不意打ち、いけ。よっしゃ、持ってった。不意打ち、よっしゃ、オッケー。もう容赦のない一撃っていうね。もういきなり不意打ち、ダブルパンチで終わらせるっていう。ちょっと申し訳ないけど、もうこれがもうフォールガイズや。ゲートクラッシュですね。ピンポンピンポーン。さあ行きましょう。ゲートクラッシュ25名絞り込みスタート。ゴー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 。まずは真ん中突破から、その曲がっていっといて、右にシフトチェンジ行きましょう。この方うまいな。この方速そう。ほい、ゴーゴーゴー。で、ジャンパーのヘッドが飛ばせて、これ並んでおくっていう。行こう、スタート。で、ここが、ここ行きましょうか。真ん中行こう。オッケー、最後の直線コース、ヤッフー。一番右からドカーン、行っちゃうから、そい。オッケー、2位でしたね。坊主でもできるよ、雪玉サバイボーズ。ピンポンピンポーン。さあ行きましょうか。スタート。今思ってんけど、坊主でもできるよ言うてるけど、これロン毛やったらどうなるんですかね。あ、ロン毛の方のためにはあれか、ロン毛スピナーがあるから大丈夫やね。坊主の方は雪玉サバイボーズやればいいし、ロン毛の方はロン毛スピナーやればいいんや。全く問題ないですね。解決しました、一瞬で。さあ、ボール1個やね。しかもこれ真ん中走りたい放題やからさ、これはもう落ちる人いないでしょうね。お、緑輝いてますね。いいやん、その、あ、俺と同じ色やね、この方、緑の方。俺も一応中身緑やからな。この方ですね。あ、この方違う、こっちや、光沢の方。緑に似た者同士、いいですね。やべ、いたずら好きか。えくん、しよう、あんた。いたずらかましてきやがった。危ないよ、ボール気をつけて。この黄緑の方、いたずら好きやからな。今落ちかけたもんな。さあ、めっちゃ吹っ飛んでんねん、みんな。
ボール見てないんちゃうか。ボール見たら絶対いけんねんから、これボール1個やから。さあ時間がもうあと2秒ほど。オッケー、これできるぞ。ロン毛でもできるよ。ロン毛スピナーですね。ドレミ、まさかの言うとったらそのコンボできましたね。どうなんねんって俺が言っとったらね、運営の方がちゃんとそれこうなるよってこういう風に用意してくれました。ありがとうございます。というわけでロン毛スピナーマッチングしますね。いやー、雪玉サイ坊主からのロン毛スピナーってことでね、すごいセットですね。しかもあれやで、今回難しいで、ダブルリングあるからね。ダブルリングが2枚、よいしょ、よいと。先頭の方うまいな。あの方はさっきゲートクラッシュ1位やったんですからね。あの方、あのレルさんとさ同じ装備ですから、もしかしたらレルさんが当人かもしれませんよ。決勝戦ロストテンプルですよね。ピンポンピンポン。さあ行きましょうか、ロストテンプル行きましょう。11名かな、何名かな、11名くらいやんな。行こう、ゴー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 。まずはオープン行こう。ノットオープンか、やばい、これなったらペースが乱れる。横やな、オッケーオッケー、まあまあいいとこ。いや早い、先頭の方が。リリーリーパー開くかな、開いた、よし行こう。縦かな、お横、よし1位浮上で、これがしっかり回してここ行こう。開かない、まずい。しかもいつまで転んどんねん、早く起きないと。これインコースか、いや縦、縦どうなのこれ、これまずい、負ける、やばい、ちょっと待って、行かないで、ふっ、いけー、ちょっとあんたうますぎ、何がエンターテイメントじゃ。うわー、これ中身レルザンの可能性あるな、これ。さあスライムクライム来ましたね、行きましょうか。あの先ほどのね方、あの先ほどねロストテンプルで優勝した方ね、あのレルさんかなと思って DM してみたら、あの違いますって来ましたね。僕別のことしてますって言ってたんで、レルさんではありませんでしたね。あのレルさんと同じ装備の、別の方でだということでね、うん、そういう結末になりましたんで、よろしくお願いします。あのレルさんね、あのサブアカーも持ってるみたいな話聞いたことあったから、もしかしたらサブアカなんかなと思ってね、それでそのレルさんかなと思って聞いてみました。レルさんのね、チャンネル概要欄に貼っておきますのでね、ぜひ見てみてください。めちゃめちゃうまいんでね、レルさん最高。ドンで、ここのスリムクラブでショートカット打ちます。フッ、オッケー。さらにハンマーショットか、伝説の、うわー伝説のハンマーショットがなかなか決まらへんもんな、これな。えい、うわー、なかんな。俺的には踏んでるんですけどね。ここもうちょい手前やな、だからそういうことやんな。踏んでると思って奥行ってるってことは、もうちょい手前にすればそれ補正できるよねっていう話で。オッケー、スーパーローリング、これはね、もう絞り込むわ。あの他の人間はたき落とす、ごめんやけど、慎重に行こうとしてる人間をつまみ出す、いけさあつまみ出すよ、おらさよなら、オッケー。もうここで絞り込んだ方がいいわ、ちょっとでも。行かすな行かすな、そう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 、相撲、そうそうそう、相撲でいいと思いますよ。ドカン行ったら、よし、スーパーホームラン。ここでね、ちょっとでも人数減らしといて決勝行こうぜ、もう。おらちょっと待って、よし、そのままローリングテイス行くわ、ローリングテイス、あかんか。ふぅ、スライムどれぐらい、スライム結構上がってきてんな。え、バナナ、バナナ行かすか、うわー危ない、俺が危ない、俺が危ない。相撲申し込みます、もう一発連撃連撃生相撲いけー連撃だー、無理か。ソードグリーム乱入行きましょう、降りてくるわ。この一番端っこ走るという戦法でいきます。オッケー、ゴーディフィールド、ビッグショットマッチングしてますね。今2名のエンターテインメント者出てんのな。で、今16人やから、これね、2名引いたら14人やからね、バレーフォールになってしまう可能性あるからね、あと1名はね、押していただきたいのな。で、俺が選ばれそうになってるやないか。お、ちょうど1名押した。よっしゃ、いいぞ、このままで。そうすれば奇数の13名やから、決勝戦行く可能性あるぞ。いけ、終わってくれ、もうええわ。もうあと1人落ちないで。オッケー、ちょうどいい調整。ヒヤヒヤロード来ましたねー。ピンポンピンポーン。さあ13名なんですが、決勝戦行かずに、まあヒヤヒヤロードかフルーツパニック挟むよね、どこか行きましょうか。せーの、オッケー、ここオッケー、当たりってことはここ当たりか、そうやな、でここまで当たりか。うわー、クソ外れやった。ハンマーどこにある今回、あんまり早く開通しすぎたらまずいもんな。
13名から8名、5人エンターテイメントね、これね。さあ、もう前出てるよ。まあ、ちょっと前入っといた方がいいよな、これ。うわぁ、やばい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 、いかんとで、まだいかんとで。てか、迷子なる、これやばい。どこやったっけ、とにかく大外やったな。大外からここを経由して、あぶねえ。お、仲間のホットドッグさん。よかった、開通遅くて。これハンマーあるからね、この下。どうするどうする、ちょっともっと前でなんか、もっと前でなんか。もう一番前でなんか、危ない。来た、あ、もうまっすぐか、いや、違うんか。うわ、うわ、危ない危ない危ない。さあ、どうなるか。うわぁ、うわぁ、落ちた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 。ここちゃうか、さすがに。よし、行こう。行けー、よいしょ、うわ、やったー、ありがとうございます。何がエンターテインメントじゃー。